1962年、撮影ジェームズ・メレディスは、アメリカ合衆国ミシシッピ州オックスフォードにある、ミシシッピ大学に入学した初めてのアフリカ系、アメリカ人である。1933年、ネイティブアメリカンとアフリカ系アメリカ人の間に生まれる。1961年6月1日、ミシシッピ大学に入学する初めての黒人学生となった。高校卒業後、 すぐに軍務に服する。それから、ジャクソン州立大学に2年間通った。その後、ミシシッピ大学に入学を願い出るが、二度、拒絶された。1962年6月11日に、ミシシッピ大学最初の黒人学生となる。その入学は、当時のロス・バーネット州知事に反対され、大学校内では、暴動暴動、メレディス事件が起き、ジョ、F、ケネディ大統領の要請で、 連邦軍が派遣される事態に達した。暴動でフランス人ジャーナリストを含む2名が死亡、48名の兵士30人の連邦保安官が銃で負傷した。メレディスの行動は公民権運動における歴史的展開点になったとみなされている。1963年8月18日に歴史学の学位を取得後卒業している。公民権運動行新や 1966年のテネシー州メンフィスからミシシッピ州ジャクソンまでの恐怖に抗する行進を指揮し、6月6日には狙撃により負傷している。彼が狙撃された直後の写真は後にピューリッツァー賞を受賞している。ミシシッピ大学卒業後もナイジェリアの大学やコロンビア大学で勉学に励み、コロンビア大学からは法律の学位を取得している。 1960年代末には公民権運動から遠ざかり株式市場のブローカーになっていた。作家としてミシシッピでの3年間と題した当時の思い出を改装する本を出版した。熱心な共和党員で上院議員の下で働いたこともある。当時公民権運動の仲間から辛辣な批判を浴びていた彼はあらゆる上院議員や下院議員に 国会図書館に入れるように頼んで回った。だが、対応してくれたのは、共和党の上院議員だけだった、と彼は語っている。また、共和党員として、数回下院議員に立候補している。結婚と、家族1956年3月、知り合って2ヶ月半になるメアリー・ジューン・ウィギンスと、結婚をした。彼女は後に、高校教師として働いた。二人は、ジョン、ジョセフ、 ハワード、三人の子供を設けた。メアリーは1979年心不全で亡くなった。その後、メレディスはインディアナ州ケーリーでジュディ・アルソブルックスと再婚し、ケンプネーラーとジェシカ・ハワード、二人の子供を設けた。メレディス夫婦はミシシッピ州ジャクソンに住んでいる。現在ミシシッピ大学での差別廃止四十周年を迎えた年に歳のメレディスは、 ミシシッピ州ジャクソンで小さな中古車置き場を所有している。40周年の祝典でメレディスは、こんなお祝いの席に呼び出されるなんて恥ずかしいよ、全く、と語っている。2007年、撮影ジェームス・メレディスは、自分自身を公民権運動家ではなく、アメリカ人になら誰にでも与えられるべき、正当な権利を要求して与えられた一人の市民だ、と述べている。メレディスと、 組織だった公民権運動との間にはかなりの圧力があるようである。公民権という考え方ほど私にとって侮辱的なものはない。いつまでも二級市民でいることと同じだ。と彼は語っている。CNN とのインタビューでメレディスは私は戦争に参加したのだ。初日から自分が戦争に携わっているのだと思っていた。 そして私の目的は、私が市民としての権利を執行できるよう、後押しするために、連邦政府が軍隊を派遣せざるを得ない状況を作ることだった。と述べている。ありがとうございます。